かもちょジブラの YouTube を、まあ、結構前に見たことがあって、そこで多分話したんですけど、リマに一切ラップ教えたことないみたいなんですよ。で、本人も教えてなんか言ってないらしいんですね。で、知らぬ間に自分で独学で勉強して、で、ラップができるようになったっていうところで、で、ジブラさんが言ってたか、他の人が突っ込んだか覚えてないですけど、やっぱ遺伝子ってすごいなっていう。やっぱあるんでしょうね。そういう音楽の中でもラップという部分で、なんかその、まあ、聞いてたとかもあるかもしれないですけど。でもな、これもう、ウィジューちゃんも一回もう耳も目も閉じてほしいなこと言うで。とんでもないこと言うで。あのね、リマのラップ僕完成してないと思ってるんですよ。っていうのも、リマってめちゃくちゃ才能があるなって曲調聞いてても思うんですけど、でも毎回同じなんですよ。毎回リマのラップって同じようになってしまってるんですね。それはリマの実力どうこうという側面よりも大きいのは、やっぱりそのラップに力を入れてなさすぎて、結局サブラップみたいな感じになってるんで、いつも同じラップが入ってくるんですよ。で、これに関しては、マユカはそれでいいと思うんですよ。そもそもラッパーではなかったからな。オールラウンダーなんで、それでいいと思うんですけど、リマに関して言うと、もっと強烈なラップを、ま、曲に入れ込むのと、あとはそこに対して、もっとリマを磨き上げた方がいいと思う。だから、今のリマのまま、ずっと同じようなラップを用意してるんで、もっと強いラップを用意して、そのラップに合うリマを作り上げる。そこがもっと二重に今必要なことなんじゃないかな。っていうのは思うんですよね。そこかな。そう、とりあえずラップ入れとこうな感じあるやんか。あれじゃあ、リマがもっと育たないというか、もっと上行かれへんと思うねんな。チャンビンとリマ、ああ、いいなーいいなー、チャンビンとリマでなんかラップコンテンツ絶対いいと思うで。いわゆる、今回ナヨンと出してましたけど、そのピリがね。まあ、フィーチャリングで、ピリがラップで入ってたって感じなんですけど、そのフィーチャリングというより、その、ゴリゴリのラップをリマと、チャンビンかでやると、それはね結構熱いで、だってラッパーって容赦いないもんな、 JYP 基本そのエプワイスにおるわけど、まあ言ってもラッパーというよりもって感じやと思うんで、だから絶対ありやけどな。あとほんまごめんな、 A2K のあのビチャな、まあ、局長が見てないのに言うなよって話もあったんですけど、まあそれもそうなんですけど、やっぱりねアメリカで売るのに絶対日本でも受けそうやなってコンセプトは良くないと思うんですよ。人がもうそんな、アメリカで別に詳しくないですけど、まあ、ダサくないって意見も結構多かったんですね。でも局長が見たらなんかダサいダサくないよりも、これ、JYP さ、本気でアメリカに売り込むようなグループなんて思っちゃったんですよ。作り上げ方から見ると。変わんなかったんですよ。なんか、今までやってることが。ただただ、相手がカナダ人、アメリカ人ってだけで、なんかもっと変化があるんかなと思ったんで、ちょっと曲調的には期待外れ。ただメンバーとしては、やっぱね、A2K でここまでやってきた流れの中のグループなんで、多分メンバーはもちろんいいと思うんですよ。曲調知らんだけでね。でも、その曲調がやっぱ、いかんせんサバは見てないからこそ魅力が伝わってこなかった。サバは見てる人は、それはね、サバの魅力が伝わってきてると思うんで、メンバーはね。やけど、絶対素材殺してんなと思いました、やっぱね。アイドルほんま大変やで。いや、大変やし、これ、女性もなんかな、男性ってさ、やりすぎたらハゲるっていうじゃないですか。で、まあ、確実に K-POP アイドル、まあ、ハゲてくるんでしょうけど、まあね、やっぱ、技術が発展してるんで、まあ、なんとかなるとは思うんですけど、まあ、確実にハゲますよね。K-POP アイドルね。まあ、でも、ヨジャも、どうなんすかね。ヨジャってハゲてくるんですか？やっぱそのハゲのそのなんか男性ホルモンどうこうやか、やっぱり男性側のだけの話なんですか？痛みすぎてみたいな。ちぎれるとかよく聞きますけどね。男子はハゲるでしょうね。ほんま命削ってら K-POP アイドル。まあ、でも毎回言ってるんですけど、確実に絶対女性アイドル、女性アイドルなんか命削ってるわ。どう考えても。スタイルもおかしいし、やっぱ食生活もおかしいし、あとやっぱ生理の問題もあるんで。わかるんですよ、局長だって同じ男子がわかるんですけど、いくら忙しくても、生きてる上で、なんか、自分の体で大変なことが起こるってないんですよ。
っとこう性欲的にどうこうみたいなところはありますけど、そんなもん別に大変なことじゃないじゃないですか。だから、なんすか、やっぱ女性で同じようにやってる、ね、だから、こんなことじゃないけど、まあ、TWICE とスキズが、まあ、同じぐらいスケジュール今やばいと思うんですよ。その前世紀のスキズ、今のスキズと前世紀の時の TWICE って、まあ、同じぐらい今忙しいと思うんですけど、でもやっぱりね、その、やっぱ女性のアイドルの、やっぱ同じような忙しさだった場合、全然ちゃうと思うで。絶対よじゃえぐいと思うで。そう、今削っててもさ、もし問題なかったとしても、やっぱ将来的に絶対出てくるんですよね。そこが大変やな。ね、寝てないからな。そもそもな、K-POP アイドル活動始まったらな。ほんまに、女子アイドルは、まあ、女性アイドルが長く続かんっていうのも、もうそれ、まあ、やっぱ、良くも悪くも、やっぱ、まあ、良くも悪くもというか、まあ、悪い部分も大きいかもしれないですけど。やっぱ男子と男性と違ってやっぱ女性ってこう若さが一つの価値として大きい部分ってやっぱ多いのも事実あるんで、なんかそこら辺はでも逆に女性が言ったらまあ7年やれたら十分じゃないですか、よじゃりゃ。まあ、なのじゃってこれからずっとやんか。できればね。うん。だからその短距離やからこそ、よじゃの儚さっていうのは一つ僕は魅力的なんかなっていう。その、今でしかないものというか、ナムジャはやっぱ、その、今から大人にかけてっていうところの魅力もありますけど、儚い感じではないんで、やっぱそのリオちゃんの儚さ一つ曲調は、まあ、もちろん曲調が男子やからってなるかもしれないですけど、やっぱ思いますね。でも、今ってめちゃくそ忙しい中で自主制作もしてるじゃないですか。だからね、あれちょっと分担じゃないですけど、やっぱちょっとこう、ね、瀬口の宇治くんにしかり、ね、スリーダちゃんにしかり、バンちゃんにしかり、くっそ忙しい中でやっぱプロデュース、音楽制作していくって、やっぱ限度があると思うんで、なんかそこはこう、まあ、こんなことであれけど、タイトル曲に絞るというか、まあ、タイトル、ま、何曲かに絞るというか、なんか全曲投稿っていうのも、絶対それの方がファンとしては嬉しいかもしれないですけど、まあ、そうじゃない楽曲もあっても幅が広がっていいと思うし、なんかなんか全曲やるというより、力入れてる自分の好きな曲をがっつり入れて、で、他は、こう、まあ、もしいい曲あったら売っていくとかもそうですけど、なんか、そんな感じはいいんじゃないかなっていう、思いますけどね。バンちゃん絶対大変やねんな。なんか今日バンちゃんが2分間ずっと胸揉んでる動画回ってきたわ。相当パンプアップしてるんかな知らんけど。もう、でかいもんだからな。ずーっと自分の胸揉んでたから2分間。